どうもこんにちは、数年前と比べてですね、キャンプ動画がありすぎて初心者向けのものが探しにくくなってるんじゃないかなと思いますので、ソロキャンプの始め方という内容でですね、初心者向けにできるだけ分かりやすく解説する動画をシリーズ化して作っていきたいなと思ってます。今回はですね、キャンプを始めてみたいという人が最初に悩みそうなテントについて解説していきます。何を買ったらいいのか、そもそも何が違うのか全くわからないという人に向けての動画になってますので、ゆっくり見ていってください。まあ、その前にですね、キャンプでの寝床っていうとテント、タープ、ハンモックなどがあります。きっとですね、 YouTube なんかで見たことがあると思うんですが、いろいろね、種類はあるんですが、最初はですね、一番ハードルが低くて安心感のあるテント、これで寝るのをおすすめします。テントを選ぶときなんですが、必ずですね、付属品をチェックするようにしましょう。ペグやロープなどは付属しているか、インナーテントとフライシート、グランドシートはついてるか、この辺もですね、確認してみてください。ちなみにインナーテントっていうのはテントの核になる部分、この中で寝るという形になります。フライシートっていうのはインナーテントにかぶせて防水性などを上げるためのものになってます。グランドシートっていうのはですね、テントの下に敷く、まあ、レジャーシートのようなものと考えていただければいいかなと思います。このですね、インナーテントがないタイプのテントや、グランドシートのないテントっていうのも存在します。インナーテントがない場合ですね、夏場は普通に、ね、虫が入ってきます。秋から冬にかけてはインナーテントがなくても快適にキャンプできたりするんですが、虫が出るような季節はですね、締め切ってると暑いし結構地獄です。見た目はね、すごくよく見えるんですが、その辺注意が必要です。テントを張った翌日にですね、後片付けをする際にグランドシートがないとテントの底面、裏側ですね、これが湿気で濡れていることが多いです。そうなってくるとテントを乾かす必要があって、汚れる場合もあるので結構面倒です。またですね、雨が降った場合も同様にテントの底面をそのまんま濡らしてしまうことになります。まあ、それを防ぐために敷くのがグランドシートと思っていただければいいかなと思います。インナーテントがないテントを使う場合もグランドシートの有無で、地面に物を直接置けるかどうか、この辺が変わってくるので、使い方に合わせてですね、グランドシートを用意したりする必要もあります。ですがぴったりのサイズのものがですね、なかなかなかったりするので、これも注意が必要です。まあ、そういう意味ではですね、グランドシートっていうのは最初からついてる方が無難かなと思います。ちなみにですね、夏場はインナーテントだけで涼しく使うという手もあります。メッシュの多いものは通気性も良くて虫除けにもなるので、夏場は活躍してくれます。テントの素材には大きく分けてポリエステル、ポリコットン、コットンの3種類が存在します。まあ、特徴はですね、このような感じになってるんですが、テントの素材によってもですね、値段が全然違ってくるので、まあ、この辺は値段と相談になるんじゃないかなと思います。テントの素材を選ぶ時のですね、参考にしてみてください。まあ、この素材だから良くて、この素材はダメっていうことはないので、まあ、好きなテントをね、選ぶのがいいんじゃないかなと思います。テントの縫い目には防水テープが貼られているのか、防水対策が取られているのか、この辺はですね、必ずチェックした方がいいところです。僕なんかはですね、一番最初に何も考えずにテントを買ってしまって、防水処理がされてなかったという経験があるので、値段の安いテントを買うときは特にチェックした方がいいと思います。まあ、雨の日にですね、キャンプしなければいいだけのことではあるんですが、相手は自然です。急な雨もね、十分あり得るので、この辺は気をつけましょう。テントにはペグを打って初めて自立するというテントと、ペグなしでポールだけでも自立するというテントがあります。まあ、これのどちらが優れているかっていうのは使う人の用途によって変わってくるんですが、自立式のテントであれば立ててからの移動も容易なので便利ではあります。テントの設営もですね、自立式のテントの方が楽ではありますが、まあ、何度か経験すればですね、テントの設営っていうのは慣れるので、どちらでも好きな方でいいと思います。いろいろ調べてですね、これにしようかなっていう方もいると思います。ワンタッチテントは自立式のものなので設営と撤収が簡単、ポップアップテントも同じように自立するので簡単、
ただですね、収納サイズが大きいというのとあまり設営してる感が感じられないので僕は使ってません。でもね、絶対簡単ではあると思います。テントを選ぶときに大事なのがですね、何人で使うのか、何人用のものを買うのかっていうことじゃないかなと思います。でテントっていうのはですね、使用人数を多めに設定してあったりするので、まあ、書いてある人数のマイナス1人から2人ぐらいで考えるのがちょうどいいと思います。まあ、5人用であればですね、3人から4人が快適に過ごせるというふうに考えるといいかなと思います。使用人数が多いテントの方がですね、広々と使えるんですが、大きい分だけ設営に手間取ったりするので、設営する人数も考えてテントは選ぶようにしましょう。これもですね、テント選びをする際に重要になってくるところだと思います。テントをですね、寝るためだけの場所として使うのか、それともテント内をのんびりするスペースとして使うのかというところです。寝るだけの場所と割り切るのであれば、まあ、狭いテントでもいいんですけども、テント内でくつろぎたい、何かをしたいという場合は少し大きめのテントを選んだ方が居住性が良くなります。テントの中でこもるキャンプをするのか、主にテントの外で過ごすキャンプをするのか、自分の中でどんなキャンプをしたいかもテント選びの基準になると思います。まあ、ここまで話しておいてなんなんですけども、おすすめのテントっていうものはありません。人数や過ごし方によってですね、必要な要素っていうのは変わってくるので、万人におすすめできるテントはないと思ってます。よくですね、どのテントがおすすめですかって聞かれたりもするんですが、まあ、そういう場合はですね、テントでどれぐらい過ごすのかとかですね、今まで話したような内容を話すようにしてます。本当ですね、どんなキャンプをしたいのかとか何がやりたいのかによっておすすめできるテントって変わってくると思うので、まあ、一概にこれっていうのはね、なかなか言いづらいかなという感じがします。テントについてのですね、ある程度の説明はこの動画の中でしたと思うので、自分がどんなキャンプをしたいのか、どんなスタイルが理想なのか、この辺をですね、考えて好きなテントを選ぶのが一番いいと思ってます。まあ、そしてですね、おそらくその考え抜いて買ったテントっていうのも、まあ、買い替える時が来るからですね、まあ恐ろしい沼なんですよね、キャンプっていうのはね。ということで今回の動画はキャンプを始めてみたいという人のためにテントについて解説してみましたが、今後もですね、こういったシリーズの動画を作ってみたいなと思ってます。まあ、こういう動画が見てみたいとかですね、そういったことがあればコメント欄でぜひ教えてください。よろしければですね、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルボタンを押して次回の更新をお待ちいただければと思っていますので、よろしくお願いします。それでは。